早く回復するべきだったかな、今。ちょっと、間違えちゃったかもしれない。どうかな。北って言ってもさ、ここからすぐにこう、スンとはいけなさそうだから、ぐるっと回る必要がありそうだね。どこからどう行くんだろう。こことかが道なりに一応あるかな、道というかが。ここって入れたりするの？ここは入れないんだ。この道通れそうだけど、後ろすぐ、崖というかになってるから、こっちじゃないのか。こっちに行ってみるしかないかな。マップどこ？マップ。これ？違う。マップどうだっけ？マップ。こうだ。あった、マップ。あ、結構距離ありそうな感じだね。ほら、渓谷だそうです。とにかく、この感じで、道なりになんとなく進んでいきましょう。危ない、あたちゃ。でも多分、バトルは避けた方が良さそう。なんだろうね、なんかうにょーんとした生き物というか、イマジンというかがいらっしゃったり。あ、コッツヘイさんだ。コッツヘイさんがいらっしゃったりもしながら、危ないな、当たりそうだし、これは欲しいし、これ。硬い骨を手に入れました。硬い骨手に入れたということは、また鱗がもしかしたら作れるかもしれない。こっちでいいのかな？危ない、当たった、逃げ切れなかった。魔物からの先制攻撃。キャンドラさんという人とトッシさん。危ない。ごっくんちゅうさん。ちょっとここ逃げれるかな？逃げれる。あ、逃げれない。いやー。これ逃げれないの辛いな。これってさ、魔法でさ、エスケープってもらわなかったっけ？ないね。いやー、ここにないね。いやー、逃げれる。もう一回。ムーンドロップ盗んだそうです。おー、逃げれた。え、ミラントさん。あれじゃあ、どこで使うんだろう、エスケープ。とか、ちょっと思いながら、なんかさ、ちょっと顔っぽいところが見えてきたね。伝わるかな。あ、ここ、ハテナが出るということは、ゴーストの谷はこの先のはずなんだが、オリバー、魔法でなんとかならねえか。かしこまりました。ということは、魔法を、ほら、これ、ダンジョンから一瞬で脱出する魔法なんだね。かしこまりました。ここで使うべきなのは、向こう側がね、何かある感じがしたから、見えざる道でいいんじゃないかな？どうかな？あ、合ってるみたい。見えざる道で、そこに、ね、橋っぽいものをかけてもらって。ほら、ちょっと明るくなるとちょっと見えるね。お顔っぽい洞窟のような何か。ここ、逃げ場がない逃げ場がなかった。いやー、戦った方がマシなのかな。ね、微妙な感じする。逃げるよりも戦う方がいいかな。オリバー君の体力が大変。おー、野生のおたけびきちゃった。ルル君大丈夫。危ない。大変。オリバー君倒れちゃったから、ジャイロさん逃げて。逃げれない。体当たり来ちゃう。ごめん。めっちゃトシシさん見てる。嘘。いやー、やっぱり体力回復しっかりしてくるべきだったし。いやー、続きから頑張るけど、めっちゃお金減っちゃう。仕方ないけど悲しい。どこから？ここから！まあ、でも、全部体力回復してもらうために、ね、1000ゴールド使ったと思おうか。悲しすぎる。危ない。そう、ちょっとさ、ここ暗いマップとい
優香だからさ、かなり見えにくいんだよね。危なー、ここのね、敵たち早いかもしれない。キャンドラさん、キャンドラ AB さんとトシシさんとのバトル、いやー、でもここでルルくんでバトルしていってた方がむしろいいのかな。ね、またちょっとレベルがどんどん上がっていってた方がいいかもしれない。で、こちらも戦え、いやでももしかしてセバさんの方がね、中心になってまだ戦っててもらった方がいいのかな。同じ感じの人が出てくる。いやでもここからなんかちょっとゴーストっぽい人が出てくるならね、セバさんじゃなくてもいいかもしれないとかちょっと思ったりしながら、まあお金はね、また地道に貯めましょう。悲しいけど。で、こっち。ジャイロさんいなくなっちゃった。ジャイロさんどこかに引っかかってしまった。まあ、どこかで合流してくれるはず。こっちに走って。そう、でもさ、だいぶさ、このマップというかが暗い感じだからさ、見落としちゃうんだよね。魔物の存在。ほら、来た。この人は、トシシさんはまだ、でも、ね、オレンジだから。オレンジの人はまだマシなんだよね。こっちに行って、ここスルッと行けるかな？行ける？あー、ダメだ！振り向いたらよかった。いやー、ゼンダインさんとゴクンチュウさんだ。危ない、逃げて。あー、ジャイロさんいる。こう、して、じゃあ、セバさんのビリリで、戦った方がいいんじゃないかな。ね、ちょっと機械っぽい相手には、の方が良さそう。逃げて、ビリリまたできる。こっちの人に、こう押して、頑張れ、ビリリ、よし。なかなかいい感じ。これで、ルル君にかえっこして、で、バトルしていくみたいな感じだったらいいんじゃないかしら。良さそう。悪くはなさそう。よし。ごくんちゅうさんとは戦って。ごくんちゅうさんもなかなか強いね。にゃーん、えい。もう戦えでだけで行ってみましょうか。よし。よかった。なんとかなりました。遅くなっちまったぜって言ったかな。今どこかで引っかかってるもんね、茶色さんに。コロニアさんそうだ、進化 OK なんだ。と、まあ、今は仕方がないとして、じゃ、ぐるっと画面回すよーで、危ない、もうダメ。まあ、仕方がない。プヒレンチさんと、キャンドラさん。このさ、このうさぎのさ、マスクってさ、コロネール王国の地下にいた人だね、きっとね。多分、かなり久々に会ったような気がする。まあ、なんとかなるんだけど、このトロトロって、もしかして、このトロトロって私の体力をとろけさせてる、体力、防御力なのかしら。ね、ちょっとこう、盾っぽいものが出て、パリンってなってたもんね。なのかな。という勝手な予想もしておきながら、サウンドウェーブなるものを覚えてくれました。あとね、人間チーム強くなってくれるのは嬉しいんだけど、ここちょっと段差があるのかな。乗り越えられる段差、乗り越えられない段差があるのかな。ここぐるっと回るのかな。こっちから。血がね、ぐるっと回る感じだね。多分ね。ちょっとこっち、ダメだ。バトルするしかない。やだー。こっち、ヘイさんじゃない。こっち、隊長さんだって。コッツヘイさんの進化系とかなのかしら。ヘロヘローされてしまいましたね。いやー、ルル君の体力が、危ない。ヘロヘローされている。ちょっと逃げつつ、の感じで。いやー、でもダンジョンだと思うんだ、次のところが。いやー
いナイスが出た、よしよし。だからそこでね、マジックポイントがなくなると困るような気がするんだ。謎解きとかにいるような気がするんだ。ちょっと、もうダメ。セバさんに変える。セバさんはでも、ビリがいいと思うんだよね。まあ、としまして、戦いはあんまりかもしれないけど、でも、槍持ってるもんね。コッツ隊長が、仲間になりたそうなんだけど、今いいとして、これどうなったの今どこ押しちゃったんだろう、わかんなかったけど、まあ、いいとしましょう。何かしらどこかで勝ちました。あ、かわいい。まあ、問題ないかな。ぐんぐんを覚えたそうです。どんどんレベルが上がっていってくれているということは、やっぱりまだレベルはちょっと低めなのかしら、こちらが。ね、足りていないのかもしれない。黒鋼を手に入れたーけど、誰かにぶつかってしまった。またコツ隊長いるー。まあ、仕方がない。ここは、ルル君にお願いして、高えで戦ってみましょう。ちょっとマジックポイント使おうか。ね。ちょっとこうして、火の玉とか使ってみて、あんまりだったね、今ね。マジックポイント使っても、やっぱりこう、タイプの相性みたいなものをさ、今全然見れていないから、そのあたりも考えないといけないんだろうな。いけないんだろうなと思いつつ、めっちゃ脳筋で戦っちゃう。これで、最後に火の玉、どう、わかんないけど、勝ったみたい。勝ってきました。大したことないなって言ってるのか。よし。まあ、レベルが上がってくれまして、ここからは、こっちかな。ね、ちょっと暗くて、いまいちわかんない。わかんない。ここ違うね。ちょっと、マップ。あれ今ここ。こっちから行くの違う?でも、なんかこう、だいぶ、あれ、あの橋かけた意味ある？こっちかな。ちょっと迷子になりながら。あ、こっちか。橋かけて、だー、パックンチューガさんが来るー。仕方がない。パックンチューじゃない。ごくんちゅうだ。全然違った。セバさんにしたらよかった。セバさん。オリバーくんじゃない。セバさんにして、ビリリを、ゼンダインさんに、よし。とりあえず、それはそれで、よし。で、転がりアタックしてみて、ルル君どう、頑張れ、転がりアタックできたのかな。いやー、でもこれ以上マジックポイント怖い。頑張れ。体力ちょっと怖いね。ちょっとルル君逃げよう。逃げよう。オリバーくん、魔法をヒールしておきましょう。危なすぎる。よし。とりあえず、丸さんが倒れてる！いやー、もう一回ヒールしておく。で、大変。ちょ、アイテム、アイテム、ふんわりパンで間に合わないかもしれない。ジューシーサンド食べて、よし、危なっかしすぎる。危ない。こうして、ルル君頑張れ、戦って。岩投げ来ちゃう。むしろさ、ボスじゃない方がさ、守れとかしにくいんだよね。危ない。ちょ、危ない。ヒール。よしじゃない。あれ今ヒールしたのに。ちょ。ジャイロさん危ない。ジャイロさん、ふんわりパンとか食べる。いやー。でもここ食べれないもんね、多分ね。ね、食べれないから、ジャイロさんが食べるしかない。ジャイロさんが食べるしかないし、
誰かいい感じに戦える？いやーそうだよね、そうだよね。たどり着けない。たどり着けないよ。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。